10周年おめでとう。10周年ありがとう。今回のミスパー、感動する最高のターン、派手やな。おいおい、はい、スロドキの歴史にまた1ページ。おはようございます、クロバラ軍団の小太郎です。おはようございます、クロバラ軍団の織野です。ちょっとテンション低くない？ちょっとテンション低くないですか今？いやいや、高くいきますじゃあ。高くいこう、もう一回いこう。はい、すいません。おはようございます、クロバラ軍団の小太郎です。おはようございます、クロバラ軍団の織野です。さあ始まりました、新スロドキでございます。はい、今回は横浜線相模原駅から徒歩10分のところにあります、はい、安田相模原店を攻略します。僕たち2人で情報交換や作戦会議をしながら勝利を目指して、はい、視聴者の皆様にですね、店舗攻略のヒントをお届けいたします。はい、はい、そういう番組でございます。ざっくりだし、あなたさ、まあまあもちろんうちら演者やからさ、そのキリッと切り替えるのはいいと思うんだけど、すごかったじゃん朝とか。いやもういろいろね、落ちとかすごかったね本当に今回ね。何がホテルのチェックアウトをしなかったとか。僕はまだね、なんか鍵持ってんすよ。そう、鍵持ってるんすよ。だからこれ収録終わったら返しに行かんとあかんので、こんなことあるって思ったら、やっぱ花粉がすごいの今日。ずっとボーっとしてて頭がね。え、まあ俺もそうなんだよ、花粉症だから分かるんやけど、うん、そんなにボーっとなる薬のせいってこと？もう薬のせいもあるし、もう朝からほんまくしゃみの確変がずっとループしてて、俺一回もくしゃみ聞いてないけど。じゃあ、ね、くしゃみ一回も聞いてないんだけど。じゃあ、ね、じゃあ、ね、なんで嘘つけ。それは朝薬を飲んで、うん、抑えてるから今。あ、飲んでからちょっと落ち着いたけど。そう、落ち着いた。ボーっとしてしまったってこと。そう、そういうことやん。強いお薬を投入したから。今まで確変してて、でもくしゃみで確変してたって言ったから。何嘘こいてんやこいつと思って。じゃあ朝起きたらほんますごかったの今日は。朝起きたら、だからこれ、だいたい起きたらすごいんでしょ。だいたいすごいの。でぼーっとしてしまうと、でも演者だからちゃんと切り返すと。わかりました。偉いですね、本当に。偉いでしょ。偉いでしょ。そうですね、今日はね、店舗攻略を行っていくんですけども、はい、こちら、安田相模原店さん、僕ね、以前来たことあるんですよ。はいはいはい。その時はね、まあメイン機種どころ、バジリスク、絆とか、はいはいはい、が結構、あと、置き時かな。その時は強かったんですけども、うんうんうん、まあ、前回タクさんとセイさんが来た時はやっぱりちょっと状況が変わってたみたいなんで、はい、あ、そうなんですね。正直ね、やっぱり毎回毎回ホール稽古は変わっていくものじゃないですか、うん、なのでまたね、僕たち2人で、うん、今日はね、しっかりもう一回一からみたいな、うん、そうそう、僕も来たことあるんですよ、うん、その時はやっぱりバジリスク絆が強くて、うん、オキドキ、うん、とかもやっぱ一緒で言わない、一緒だったよって。いや、そうなんですけど、僕もそうだったよって言えばいいわけじゃない。でもそういう感じでしたね。5秒ぐらい尺つったよ。まあでも一緒の稽古だったんだけど、そうそう、だから絆と置き時は多分もう強いんですよ、うん、おそらく。あ、だから結構早くから並ばれているお客様もいらっしゃったり、多分絆行くんですよ。だその辺はもう分かってるから、別のところ、ね、うん、どの店舗さんも絆が強いのはもう分かってる、はいはい、ってことはうちらが、うん、店舗攻略する必要性がないってこと。そこはねだからやるべきことはそこ以外でどこに使われているかっていうのをしっかり見極めるのが僕たちの今日の任務なんじゃないかなと。すごいこと言うね。はい、それを踏まえた上でね、僕考えてたんですけれども、はいはいはい、結構3台構成とかの機種が多いじゃないですか、うん、2台構成とか、うん、そういうところにも使われてる可能性があると思うので、うんうん、だから僕は寝台のモンキーターン3から行こうかなと思ってます。あ、寝台攻略を今日はみっちゃんがすると、はいはい、あ、いいんじゃないですか。いいですよね。僕はどうしようかしらね。やっぱりね、メインどころ絆いかないってなってくると、うん、まあ、ジャグラーとか朝から掘るっていう感じじゃないんで。そうですね、それはね、そうなってくるとホールの傾向、まあ、リセット状況とかを、はい、まあ、ちょっと掴みながら、うん、どういった攻め方とか、はい、どういった機種打つかちょっと決めていこうかなって。わかりました、うん、じゃあとりあえず、まあ、役割分担は
してっていうことですね。そうですね、一応できましたね。はい、ということでね、まあ今日は、うん、まあ新たにこちらの相模原店さん、はい、2人でね攻略していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、攻略開始。リセット状況を見ていきたいんで、とりあえずは前日の出目わかんないですけど、ガクンがキグキッシュからちょっと見ていきましょうか。エレカ 7AO スルーですね。どうなんだろう、ここら辺。これも多分ね、全部ガクンしなければ出目変わってんじゃないかなと予想できます。ではいきます。はい、スルーでしたね、2台目。はいはい、3台目と。はい、全部ガクンしませんと。一応ですね、僕1ゲーム回した台なんですけども、ホール側で1ゲーム回ってるんですよね。で、ね、隣の台に関しては回ってないんですよ、この2台はね。1ゲーム1ゲームで、この台だけなぜか1ゲームだけ回されてるんで、ちょっと気にしときましょうか。馬術ちょっとですね、広角行くか田舎だけ見ます。行きます。キツジャ、まあほぼ広角だった場合はね、10ゲーム以内ぐらいにはね時峠行きますんで、うん、行かない。はい、隣行きます。ダメっぽいですね。まあとりあえずバジリスク2は3台あって、1台は稼働されてまして、僕が見た2台に関しては広角移行しなかったので、とりあえずバジリスク2はやめまして、次の機種オキドキに関しては6分の2でしかまだ稼働されてないんですけど、その稼働されてる2に関しては朝一50秒目内で当たってますね。リセットの可能性の方が高そうな感じはする。もしかしたらですけど、今のところホール側は前代出目を変えているんだけども、もしかしたらリセットがかかっている島だけは強いのかもしれないとかね、そういった傾向はあるかもしれないです。まだね回転して10分ぐらいなんで何も分かんないですけど、一通りですねリセット状況などを確認しまして、僕がですね唯一気になった台がこの台ですね。ホール側で1ゲーム回ってる北斗の拳修羅の国へ、まあ店舗攻略なので、まあ本日はまあこういったちょっと気になった台打っていこうかなと思います。とりあえずは挙動が出るか分かんないですけど、まあ長めに打ってみようかなと思います。はい、それでは打っていきます。とりあえずは広角か田舎確認していきましょう。まあ、オキドキのコーナーが僕の隣にあるんですけども、まあ6分の3で稼働されていて、そのうちの3台全てが50ゲーム以内当たっていると。そして朝一一発目から天国に飛んでる台も数台あるっていうところで、まあ間違いなく全員偽でしょうね。まあこれ打ち始めるときに長めに打つかもしれないとは言ったんですけども、もちろん違う島が盛り上がったりとか、まあ、打てそうな台とか攻めれそうな機種とかがあったら優先してそっちには行こうかなと思います。正直言ったら1ゲーム回っただけなんで、うん、まあでも、もしかしたらこの攻略の中ではその1ゲームはヒントかもしれないんでね、まあ、そういったところも考えて僕は回しております。普段だったら打たないですよね、この状況で修羅を1台打つってことはないので。でこれが本当にもしかして6角とかが出てしまって、そしたら取り合いやね、全員民じゃないの次回からここ、窓かとか、まあそうなってくれたら嬉しいけどね。
おお、あっちの来た。これ中段チェリーですね。で9枚払い出しなんで5割でボーナスでございます。あららら、残念、ボーナスはスルーしましたけども、わあ、この行政が通常っぽかったんでね、多分これ 25% っぽいです。371ゲームあって、おお驚きあらす、まあ多分ね、強制下の演出かなり弱かったんで、まあ中段チェリーで当たったと思った方がいいでしょう。374ゲーム、オーラはブルーで投資が11本、4つ、神経勝負、おう打つのかよ、あー正確か、押すよ、あららら、あれまたうまいね、うまいよね、別もうチャンスなんだけどね、かなり、つーあだだだだす、うまいね、はい、6個で勝負、おお諦めの一発、40%、ギリギリ3セット目です。1個で真剣勝負、出る、はい、トータルが362枚で終了。とりあえずここからですね、高額か否か、ここがかなり大事な設定推測要素なのでしっかり見ていきましょう。今ですね、子役確率もまあまあ上がってきてるので、子役関連は悪くはなさそうですね。上げ狙いでいくのか、これ前日650なんですよね。保険をかけつつリセット状況わからないんで、あ結構いいのあるな、これこういうのいいですよね。でその前日、まあ、微妙な感じで、まあ、一応へこんでると、2日へこみ、ちょっと保険かけたいんで真ん中の台キープします。しかも前日へこんでるんで、はい、2000枚ぐらいへこみの台、はい、これでいきます。あ、絆向こう側から埋まりますね、通路側から。ただこっち側でもこれまだ抑えられてないですけど、昨日とかめっちゃ強いですよね、9300ゲーム回ってる。やっぱ絆は強い、普段から使ってるんじゃないでしょうかという。あ、これも昨日これも9000近く回ってます、88の61。自分自身の収支だけを言うなら正直絆座りたいです、正直絆座りたいんですけど、まあもうだから前々日の前日前々日のデータ見て強いのは分かるんで、あえてね避けます。まあ、モンキーターン3の設定推測要素なんですけど、まあ、まだまだ信頼なんですけど、まあ、ぼちぼちは出てきていると。で、まあ、チャンスゾーンの当選率であったり、そのチャンスゾーンで、まあ、誰が選ばれるか、3種類のキャラクターから、まあ、ART 突入しやすいキャラが高設定ほど選ばれやすい、
で、まあ、通常時に関してはあとは子役出現率ですね、まあ、主にジャックチェリーに一番差がついているかなと、まあ、他の子役にも差があるんですけれども、まあ、そこまで大きいものではないのでジャックチェリーメインにカウントしていこうかなと。でかなり大きい設定差としては、まあ、ART 直撃そして ART 中のハズレですね、まあ、ハズレが1回ないしは2回早い段階で出ると、まあ、この設定かなり疑ってもいいんじゃないかなというぐらいの差がついてるんで、でそれはスロープラスしているとしっかり、カウントしてくれるんで、まあ、とりあえずスロープラスは入れといた方がいいと。今400ゲームハマりまで来てしまったんですけど、前日が656ゲームやめたんで合わせると1050、60ぐらいで、考えるとそろそろもしリセットがかかっていなければ酔い越し天井なんですけどね。409ゲームでデート、黒、ちょっと待ってこれ、まあ、今黒背景からだいたいチャンスゾーンに今までの経験上はつながってるんですけど、これ酔い越し天井の可能性もありますよね。多分酔い越しの場合は発動すればこのまま直で SG ラッシュ当たると思うんですけど、おお、422ゲーム発展です。かなり前兆は強い、ただ一番弱いやつですけど、いきました、はい、やっぱそうですよね、やっぱそうですよね、筋出してきましたね。ということは据え置きです、はい、据え置き天井です。なので、まあ、昨日挙動あまり良さげではなかったので、とりあえずこれ消化したらこの台はやめます。あー末置きか、総投資が10本です。これで SG ラッシュ突入です。わあ30期だ、基本20なんですけどちょっと得しました、ありがとうございます。 SG ラッシュ、まあ、ちょっと変わってるんですよね、2部構成になっていて、まずはこのフライング ST というまず30ゲームですね。おー赤い、これはいくでしょう、犬飼さん、まあ緑、これはさすがに、よし、ようやくです。はい、バトルトライアル。野口さん。はい。はい、これで勝利。で10、100、1000、10万、80万 GPX ゲットです。でこのまあ今1000万から始まってるんですけど、これがゼロになれば SG レースというまあ特化ゾーン的な感じのところに行きます。ガモーさんか、いや弱い、あーダメ、はいはい、あー復活もなしと。で今回のバトルトライアルでは、まあ、80万 GPX 獲得で終了です。まあ、これの繰り返しです。今まだ30ゲームからと、
はい、まあ、三枚役から挑戦モードいきましたね。ここでの V 揃いしてくれると、まあ、一応特化ゾーンに確実に行くと。だ V 揃い、赤い、あーいい、あーこれは熱い、これは熱い、ここ大丈夫でしょう。よっしゃ、これで協定を確定です。協定をチャレンジ、まあ、GPX 賞金特化ゾーンみたいな感じです。まあ、2ゲーム完結のバトルなんですけど、勝てばこうやってもらえると。で、勝ち続ける限り続きます。さあ、赤いから大丈夫でしょう。はい、このまま、このままゼロまで行ってくれたらめっちゃいいんですけど。あ、ま、終わった。えのきさん強い、やっぱり。はい、7000で440万、うん、100,000万、10万、100万、そうですね、440万字ピックス獲得と。で、ここでもう一回バトルトライアル、いけ、よしよしよし、うわマジでこれもうでかい。だいたい400万とかなんですけど、2000万、多分振り分けは結構薄いと思います。あー、来た来た、最強の男来た。ここあがが、これ今の流れで行ってしまわんと、あと2000万なんで終わりたくない。さあ、ラスト、強い、やっぱ強いっすね。いや、でもだいぶ稼ぎました、2800万。ちょ、すいません、めっちゃ単位間違えてました。2000万言うてましたけど200万ですね。1000万から減らしてるんで、すいません、めっちゃ計算疎かったです、申し訳ないです。 OK、 いった、あー、これゼロにするチャンス、1戦目の木さん、はい、120万、岡泉さん、これは勝てるでしょう。かー、マジかー。はい、1人抜きでした。もうちょっと、あと一発 V 揃い、頼む頼む、マジで頼む、倒してくれ。オッケー、よし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 、言ってくれた。だ、これでキャラですよ、80万なんで、80万以上のキャラ、犬飼さん以上が出てくるといいんですけど。あー、塩崎か、まあ、塩崎は、まあ、40万っていう振り分けが主なんですけど。さあ、なんぼもらえるかですよ。約 17% ぐらい80万の振り分けあります。ああ、あと40万、誰、おお、これはいけるやろ、串田さんはチャンス。オーケー、勝ちました、よかった、あー、よかった、これで SG レース確定です。しかも80万ゲットで、いやー、よかった。で、まだバトルトライアル続きます。
これが終わってから SG レースが出てくると。で、道口さん、負けますね、復活なしと。まあでもめでたく1000万頭達成、 SG レース開演と。とりあえずここ目標にまずはやっていくところなんで、まあ第一目標クリアという感じですかね。では SG レースいきます。ちょっとね、僕打ってる人らは芳しくないんで、またね、一旦周りの状況見に行きましょう。何やってんだあいつは。え、俺前回っていうか前も彼と組んでこういう光景目の当たりしてるんですよ。あれヘラヘラしてんだあいつは。仕事だぞこれ、テンポ攻略だぞ今日は。顔をちょっとドアップで撮ってください。めっちゃ荷上げてるでしょあいつ。めっちゃ笑ってる、キモ。何はキモあいつ。おいおい、はい、何をオンダとイチャイチャしとんねんお前は。ちゃうやん、何がやねん。 前もこんなことしとった時あったら、この新車の時わざわざ1時間もかけて来てくださったで、ヘラヘラしとんのかね。あなたももらったでしょアポロ。もらった。ほらあなたもイチャイチャしてたでしょさっき。イチャイチャしてないよ。聞いてんからな。え、さっきはリノさんとイチャ続いてたって言って。やめな適当な言い方やめな。あ、まあ嬉しい限りやけど、や今日テンポ攻略やから。分かってますよ、ちゃんとな分かってます。ちゃんとこっちはこっち、そっちはそっちって。あ、そりゃそうです。頼むよ。そらそうです。めっちゃ荷上げとったからさ。うつつぬかしとんのかな。手玉も出とるしな。違いますよ、そんなことないですよ。ちゃんと見てますよ。ちゃんとやってる。はい、背負いだってだから頑張ってんねん。だから頑張ってまあ俺も今ちょっと芳しくないから、うん、ただね、まあ打ちながら状況を見て、まあその絆置き時以外で良さそうな島ちょっと見つけて入るようにしたいんだけど、まあ頑張るよ。とりあえず置き時はもう強そうだね。あ、なるほどね、うん、まあもうやっぱ絆と置き時はっていう感じね。あ、うん、った、あ、じゃあとりあえずイチャイチャまた続けてくださいよ。前もあったんでね、こういうこと毎回やってんじゃねえのあいつ。もしかしたら来たら5分ぐらいやっとったやろ今。頼むでよ、ほんとカイゼル飛べ。あー、うまいうまいうまい。3ゲーム、4ゲーム後ぐらいだったらもう降格だったんですけどね、確実に。これはあれですね、あの40ゲームぐらいで本当に4回弱水がいたんで、これ降格上がってないと相当弱い。5回目。何これ、何これは。本当に上がっててくれないとやばいやつ。ぽいのが一つも出ないね。ダメや、これは弱い弱いダイヤ。ということでこの台やめます、思い切って547ゲームでやめます。で先ほどもね、あのホール状況見てきて打てる台なかったんですけども、まあこれはもう仕方ないんで、もう一回ね、また回って打てる台探したいと思います。今打てる台探したんですけど、ちょっとまだね空いてない状況でして、隣の修羅がまだ、まあ、リセットか否か分かんないんですけど、僕がガクチェックを行って1ゲームで、まあ、放置されたまんまなんで、この台の高額チェックだけちょっと行いたいと思います。隣に移動します。まあ、この修羅のコーナーに関してはもうリセットがかかってるか否か本当にわからないですね。あー、ポキポキした、ポキポキ、14ポキポキ、14ゲームでポキポキしました。はい、残念と。まあ高額であれば 100% ヒットいたしますけども、この台をね設定推測するつもりは一切ないんで、もう当たらなかったらやめます。高額だった場合は打とうかなと思ってたので、
ど。7ゲームあってん。うわー熱い。カットインはかなり熱いです。はい、当たりました、うんうん、当たった当たった当たす。28ゲーム、オーラはイエロー。とりあえずスタートが何かもうわからずというところなんで、まあこの ART 終わったら、そうだな、まあ効果か否かだけ見てやめたいと思います。7個で勝負でございます。あざす。残り4個、5個で勝負。おお、普通か。どうや、あー嘘やな。おいおい、ギリギリ3セット目です。はい、2個、おう、ラストは半。はい、3セットの329枚獲得で終了です。広角を見てこの台はやめます。20ゲームほど見まして、まあ、ステージチェンジも半、そして、まあ、第3とか強い演出ないので、この台は多分通常以下かなと思いますので、この台はここでやめまして次の台探したいと思います。はい、とりあえずこのサラリーマン番長ですね、当日が208ゲーム、まあ前日が260ゲーム目なので多分強気だと思います。前兆が来てるんだと思うんですけども、僕確認できてないんで、まあ10ゲームほど様子見たいと思います。はい、多分ですねこの台自分でまあ10ゲームほどか回しまして強気かなと思います。で、隣のナレーマー番長を抑えてですね、まあこの台が当日238ゲーム目なんですよ。なのでリセットの可能性は高いかなと。前日が480ゲーム目ですね。まあ強気か否か、まあ、判断することと、まあ、リセット台が強いかどうかっていうのを判断したいんで、とりあえず隣に移動いたします。で、まあ、前作前前作ワンツーであった優質モードから始まります。まあ、ここで、まあ、おなじみのオーラの色を上げていってレースに発展すると、まあ、こうやって今オーラ青に昇格しましたけど、まあ、それがまあ期待度を表している。でレースで勝てば、フライング ST のゲーム数を上乗せしてくれると。最低5ゲームですかね。 OK、 緑、さあレース一発目総理大臣杯、3番人気てか1番人気は青島なんで勝利ですよ。さらにチャンスアップ、はい、見事処理。はい、でフライング ST が5ゲーム上乗せです。
で第2戦目と。でまあグランドスラムまで残り7勝ってなってるんですけど、8回勝てば、あ赤い、あの究極、あ勝ち確です、勝ち確、レインボー、レインボー行きましたね。で8戦勝ててグランドスラムを達成すれば、まあ、最強の特化ゾーンになるんですかね、究極 V モンキーラッシュというのにワンス特化ゾーンに突入します。そこを目指す、まあ、そこまでいけりゃすごいですけど、まあ、一応シナリオで管理されてて、まあ、オール 100% グランドスラム達成のシナリオもあるみたいですけどね、振り分けは絶対薄いと思います。まあ、レインボーやったんで次回予告激走。よっしゃー、ということで2セット目クリアの3セット目です。あー10乗りましたね、これで合計15ゲーム。さあラストですよ、あと1勝まで来た。これ一応あの優出中というか SG レース中も V 揃いがあって、それすると確定になるんですけど、負けてでも書き換えされると。ちょっと待ってくれ、大丈夫か、青色やったぞ、これ次第。うわーうわー、ここに来て最強バージョン来た、えのき道口ガモはやばいっすよこれ。ちょっと待って、ここで負けるとかあかんて。カットイン、カットイン、カットイン。あーあーああ、これは熱い、これは熱い。ここに来て初の女カットイン。誰が来る？ガモーさんか。割り込みは？あーやった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 金文字出た、やった、ブイモンキーめっちゃ嬉しいねんけど、なんこれ勝ちよった、最高じゃないですか。ちょリノさん入院に行こうかな、これゴールだよ、その通りだよ。グランドスラムすごないっすか、やばい。まあ5ゲームですけどね。さあこれでエンディング、エンディングですよ、堪能しましょう。まあ、こんな簡単にいけるもんじゃないと思うんですけど、行きました。くわー出たー、最高のターン、究極の V モンキー。いやすげえなこれ、もう泣いてますもん。うわーやな、ほんまにこれは。あーなんかいいね、おめでとうございます、グランドスラムほんまにおめでとうございます。では行きましょうかね。感動する最高のターン、派手やな、派手ですわ。まあこれ V 揃いすればフライング ST のゲーム数をどんどん上乗せしていくと。わあもう一角でしょこれ、ああ10来た、ああ終わった感じ、あー
直近おそらく100ゲームなんで、まあ、90ゲームはちょっと足らずでしたけど、これ復活とかないんかな、ここでもうないんかな。あーないんすね。まあでもだいぶ頑張れたと思いますよ。まさかここまで来れると思わなかったんで、プライベート133ゲーム残り、これでかいでしょう。うわーラスト、引けたとこまでは良かったっすけど、そこまででした。1416枚、いやーちゃうって、これちゃうねん、もっといけるはずなんですよ、あんだけゲーム数持ってたら。残念としか、もう無念としか言いようがないですけど、まあまあいいか、てかちょっとこれやめます、一旦周り見に行きます。今ホール状況を見て回ってたんですけれども、現時点でちょっと攻めてみようかなと。ユーリティ機能台とか、まあ、ジャグラーにはあるんですけれども、それ以外の機種に関しては、まあ、今のところないので、この台、角台で、まあ、僕の右隣の台なんですけれども、これ朝一のチャンスゾーンが櫛田、まあ、設定差あるところを引いていたんで、まあ、そこからまだ全然回ってないんで、まあ、まだまだ分からないんじゃないかなというところもあるんで、ちょっとこっちに移動して、まあ、再びモンキーターン3カンパしながら打っていこうかなと思います。あら、ここまで行きますか、アリサ。バトルオブスプラッシュ、あら、直接行きましたね。で、道口さんか、まあ、SG ラシマで6ターンですね。よし、うまい。これ、まあ、8ゲームありますけど、まあ、最初の4ゲーム子役引くと1ターン以上プラス減算されないんで、まあ、ここで引いときたいんですよ。よしよし、いた。さあ、ここからは4ゲームの ST。よーし、やりました。移動して一発目のチャンスゾーンクリアで SG ラスト126ゲーム持ちコインで当選です。いいですね。30ゲームありがたい。世界予告、よっしゃ、いった、やりました、やっとや。あららら、まあまあまあ、ようやく収録告知。次回の収録は4月26日、二郎君と私誠司が安田西池袋6号店さんを攻略します。安田さんのホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができるので、ぜひご覧ください。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。